YouTube をご覧の皆さん、マイクロヘッドホンズボーカルの雨野です。まずはライブ映像1曲お聴きいただいたんですけれども、いかがでしょうか。皆さんのおかげもありまして、ありがたいことに第3期マイクロヘッドホンズも指導ライブを行ってから、もう間もなく1年を迎えます。加入発表したのが5月1日で、最初のライブが6月29日赤羽レニーアルファというライブハウスだったんですけども、最初写真公開した時にアクセス数が多すぎてホームページがパンクしたりだとか、あと最初のライブで緊張しすぎて運転手が震えてたりだとか、なんか人生の中で大きな転機っていうのはそう何度も訪れるものじゃないと思ってて、でこの時って多分そのいわゆる転機だったんですよね、僕の人生の中の。でこの時のことって僕一生忘れないと思うんですよね。なんか今はこんな時期だからみんなの前でなかなかライブとかできないですけれども、こうやってライブ映像を見てもらったりだとか、まあ、少しずつ配信ライブやったりだとか、新しい環境の中でもバンド活動の幅が、まあ、今広がってもいるし、これからもっともっと広がっていくんじゃないかなと思っています。で僕にとって2年目で、それからマイクロヘッドホンズと、マイクロンたちにとっては9年目、そして10周年、もう9周年が終わったら10周年ですね。次は大きな節目を迎えつつあります。僕はバンドって灯火みたいなものだと思ってるんですよ。なんかふっと吹けば消えてしまうものかもしれないし、でもこうコンコンと輝き続けてて、でそしてある時より強く勢いよく燃える強い芯を持っているんじゃないかなって思ってて、よく次の1年をその燃え盛る1年にしていきたいなって思ってるんですよね。これまで培ってきたものをさらに強くたくましく育てていって、そしていい作品にしてみんなに届けていけるような時間にしていきたいなって個人的には思ってます。それでは、まだまだ動画続きます。マイクロヘッドホンズボーカルの雨野でした。引き続き YouTube の動画をお楽しみください。それでは次の曲です。どうぞ。まだまだいけるか、まだやれるか、声出せるか、声出せるか、声出せるか。
はい、もしもし、しゅんさんですか？そうですね、今ちょっと YouTube の収録が今多分始まっちゃってると思うんで、ちょっと待っててもらっていいですかね、すいません。はい、ということで、YouTube の方を2曲と、で、間にね、アメノ君のコメント、ボリューム、ね、ボリュームを増して、見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。そうですね、気になるものがある、ありますか？気になるものが何か。これは、何て言うかな。マイクロバーズ、バイ、マイクロヘッドホンズっていう、はい、前回と同じ感じで、紹介させていただきましたが、多分ね、みんなが気になっているのは、こちらではないかなと。はい。いよいよね、俺のイエローグリーンの現実の方が、届きました。この夏をね、爽やかに乗り切ろう。という、ね、このカラーリングで、涼しく、ね、乗り切りたいなと思っています。そしてね、紫とピンクパープルと、ね、こんなパッケージで、届きますので、多分もうすぐね、届くと思うので、楽しみに待っていてください。そして、6月25日のライブ、6月25日から発売される、今しているこのマスクのですね、はい、こんな感じで、まあ、この前は何人も紹介しましたけど、こんな感じで、数に限りがありますので、ぜひ、ね、使い捨てないマスク、このタイミングでゲットしておいてください。そして、なんだこれ、エコバッグになります。エコバッグ、はい、黒とライトグレー、はい、2色ありますね。はい、これね、多分みんな黒が欲しいんじゃないかと。黒はね、いっぱいありますしね。ライトグレーの色違いなんていうことでしょうかね。ポケモンもね、色違いが出ると嬉しいですけど、ね、エコバッグもたまには色違いがあってもいいんじゃないかなと、思います。そうですね、こう、素材もね、こう、なかなかいい感じなんですね。サイズも、すごい、こんな感じで、大きめになりますのでね。まあ、突然ね、こう、この時期になるとね、雨が降ったりとかすると思うんですけど、これを、こうして、こうやることによって、そうですね、セットした髪の毛と、みんなが一生懸命したメイク、まあ、そのぐらいは、かろうじて守れるんじゃないかなと思います。残念ながらね、こう、体の方はね、見れてしまいますけど、頑張ってしたメイク、これで落ちなくて済むのでね、たまにはこんな用途もいかがでしょうか。そうですね、あとは何だろうね、あと何ですかね、あと何かあります？何かないかな、何かないかな。あとね、ああこれね、色違い、こちらの色違いもね、2体ぜひゲットしてください。はい、そんな感じで、もうすぐ、21、22、23、24、あ、3日後、無観客ライブ、配信の方ありますので、ね、こんな感じで多分画面に、ね、画面越しに俺やメンバーを見ることになると思いますけど、ぜひ今ある現状を精一杯楽しんでみてください。そんな感じで、次は6月25日、ライブでお会いしましょう。ベースのジラでした。バイバイ。
皆さん、ちょっとこういうキャラ俺無理ですね。皆さん